樋口あゆこは、日本のクラシック音楽のピアニスト。日本ベトナムピアノフェスティーバル総音楽監督、実行委員長。兵庫県芦屋市出身。5歳よりピアノをはじめ中村博子に指示。神戸海成女子学院マリア幼稚園卒業後、小林精神女子学院小学校を経て、道中学校卒業。その後、東方女子高等学校音楽家ピアノ専攻から、 東方学園大学音楽学部、演奏学科ピアノ専攻卒業を経て、同大学研究科修了。明治安田生命文化財団の小学生として徒つ、パリエコールノルマル音楽院演奏家課程を審査員、満場一致にて卒業。9歳児関西フィルハーモニー還元楽団と共演。第39回毎日新聞社主催、全日本学生音楽。 コンクールピアノ部門中学生の部全国大会第1位。第17回全日本ピアノ指導者協会主催、ピテナピアノコンペティション特急グランプリ、文部科学大臣賞。第10回ポルトガルポルト市国際音楽コンクール第1位、大賞。現在日本を代表するクラシックピアニストの一人として、年間50回の音楽活動を行っている。 祖父は、兵庫県向こう群なる村第11代村長子、樋口一右衛門。父親は、芦屋市在住の不動産会社、パラツーナ、パラツィーホーラム代表取締役社長子、樋口博康。母親は、小池産業株式会社代表取締役会長子、小池稔の長女。兄弟は、次女一男の長女。98年4月、芥川小作家。 生児カオルトピアニスト中村ひろコ夫妻の売借により、一般人男性と結婚。2014年1月第一市長女出産。これまで、NHK 総合、ワールドニュース、日本テレビ、踊る、サンマゴテン、CX、FNN スーパーニュースウィークエンド、ベトナム国営テレビ VTV、ハノイテレビ HTV 等に出演。2003年より、 毎年自身の誕生日である8月9日に、原爆投下の悲劇が二度と起こらないようにとの願いを込め、平和記念コンサートを開催。2004年からは、毎年ベトナム派の意にて、枯葉派材、第二次、第三次被害児たちとの触れ合いコンサートを行っている。2006年2月 NY カーネギーホールリサイタルデビューで、日本人アーティストとしては、 異例の米国人集客動員数で大成功を収めた。同年8月ベトナムハノイジャパンフェスティバル2006でハノイオペラハウスにてピアノリサイタル開催。2009年8月政府姫コン交流事業ベトナムホイアンジャパンフェスティバル2009でピアノリサイタル開催。同年9月東京代々木にて皇太子ナなる人新能臨席の元開催された。 日越国交35周年記念国家プロジェクトベトナムフェスティバル2008では日本を代表するクラシックピアニストとしてピアノリサイタル開催2010年日本楽団デビュー15周年を迎え国内では2月より15周年記念ピアノリサイタルを開始また2月末には経済協力開発機構日本政府代表部の企画でフランスパリにて パリ日二日間をはじめとし、三カ所にて、リサイタルツアーを行った。2013年8月9日、平和記念10周年記念ピアノリサイタルを東京百樹ホールにて開催。2013年11月より、日越外交受立40周年記念日本、ベトナムピアノフェスティバル実行委員長、総音楽監督就任。第1回日本、東京、東北。 横浜3公演、ベトナム4公演計7公演。以降、第2回2015年11月同日本公演 &2016 年7月、ベトナム公演。第3回2018年1月同日本公演 &2019 年3月、ベトナム公演開催。2016年1月日本楽団デビュー20周年、記念ピアノリサイタル全国ツアー開催。 2011年7月2日より2021年現在まで、毎週土曜日 FM 横浜ピアノワイナリー響きのクラシック司会放送中。2021年1月番組10周年記念、通算500回目放送となる。CD は日本コロンビア株式会社デノンから、アルバムショパンリスト平和を願う、オリジナル曲、ソウル・オブ・ザ・ピアノラフ・マニノフ、ガーシュイン。 ベトナム民謡リリース。ありがとうございます。